デンジャラス。どうも、デンジャラスマニアです。今回なんですけども、ドクター森の元井、ドクターストレッチ3回目で、デンジャラス。いやー、ちょっとですね、1週間経って少しやっぱ戻ってきちゃいますね、前屈。あ、でもちょっと後でもっとやりますから今結構限界までやりました。ということで3回目いってきます。いやー、3回目ドクター森の元井、ドクターストレッチ行ってまいりました。今日もですね、60分コースをやりまして、まあ、首を数分で、あとは足の方と上の方ですね、大体30分ずつぐらいですかね、やりました。いやー、マッサージ感覚で行ったら全然違いますね。やっぱそれはもう事前に説明を受けてましたけど、運動です。汗かきます。面白いのはやってる人も汗だくです。そりゃそうですよね、体重も、はい、ありますし。いやー、とにかくすごい。ただやっぱりいろんなところの神経がですね、こうなんかこう巡ってるなっていう感じがあるので、これは引き続きですね、まず週1回通って、体がどのように改善されていくかをですね、お伝えできればと思います。正直まだそこまで何か分かってたらまだ正直ないです。ただお店の人も3ヶ月はって言ってるんで、3ヶ月通います。正直3回目ではまだ、効果はないですが、ただ前屈をちょっとやりたいと思います。これまあ やった後なんで、当然じゃ当然なんですけど、結構いきますよね。おー、さっきよりは言ってますよね。うなりがないですね、普通にやられてます。リオさんが来ましたので、ではそれではまた4回目のレポートしたいと思います。バイバーイ。